俺の今からの発言以下によっては大勢の人を敵に回しそうだなと思った。ツーマンしたいってずっと思えてるってありがたいなってちょっと思ったよ。もしもし。もしもーし。もしもし。もしもし。聞こえてますでしょうか？聞こえてますよ。まずは、私、スーパービーバーボーカル渋谷龍太と申します。うん、知ってるよ。俺だよ。ちょっと待って。俺だよ。え？お前、数少ない友人だろうが、お前。ちょっと待って。え？カメラマンだよ、お前の。お前が、街で気づかれたときに、その子の iPhone 持って、お前のとのツーショットを撮る、カメラマンだよ。そっかー。一旦切っていい？ダメだよ、お前か。俺はいいけど、お前スタッフに迷惑かかんだろ、お前。そうですね。アフロさんですね。はい、どうも、モロハというバンドをやっております。アフロと申します。よろしくお願いします。忙しい中ありがとうございます。暇だよ、お前と違って。お前が忙しいんだろ？いやー。全然遊んでくんねえな、お前最近。そんなことないでしょ。本当に。本当にいいじゃん。テレビとかなんかお前、いろんなとこでお前あの姿見るたびに俺はずっと舌打ちしてるよ。どう？いいなって、いいな、こいつら頑張ってんなってなる？あのね、しゅうくんね。なる。なるよね。なるよね。わかる。羨ましい。羨ましい。その気持ちわかる。本当に。アフロだって分かってたら、多分こんな風になってなかった。いや、そうだよね。そうだ。申し訳ないよ。俺もだってこの話、来た時さ、なんか、俺でいいのかなと思ったし、かつさ、森七菜ちゃんのやつ、俺見たんだけど、あれ、森七菜ちゃんやっぱ感動して泣いたりとかしてたのね。それ見て、これ絶対俺じゃないだろうと思ってさ。最近のところで泣いた？え？最近は泣いた？最近泣いたかどうか？最近泣いたな。もう何で泣いたの？ SNS で、流れてきた飼ってた猫ちゃんが死んじゃうって漫画。はあ。そうか、猫飼い始めたんだもんね。そうだよ。大将な。大将ね。なんか猫との写真とかインスタとか SNS で上げたりとかしてんの？してない。それ、いつやるつもりなの？やらない。え、やんないの？やんない。なんでよ。なんかさ、いや、俺の今からの発言以下によっては、大勢の人を敵に回しそうだなと思った。いいよ。いや、でもなんかさ、俺が言わんとしてることを今、ちょっと想像してみて。わかるよ。わかる？いや、わかる。それを言わせようとしてんだよ。たまには嫌われよ。嫌なやつだね、やっぱり。でもさ、それとプラスして、俺、人に見てもらったりさ、注目していただいたりとかね、やっぱすごく好きなんだ、目立ちたがりだから。そうだね。だから、全部見てってなっちゃうんだよね。はい。全部見てってなっちゃうんだけど、何か一つ、こっそり守っときたいものがあるみたいな。だから猫といる時間とかは、あと猫の姿もまあ俺だけのもんにしたいなってなんかちょっと思ってね。それとさ同時にさ、猫と一緒に撮った時にさ、こう猫と張り合っちゃう自分とかもいるの？どういうこと？どういうこと？例えば可愛いとかって猫がさ言われたとすんじゃん。その時にいや俺の方が可愛いだろっていう。あ、例えばさ、猫の写真をあげたりとか、猫と写っている自分の写真をあげたとするじゃない。猫が、うちの猫が可愛いっていう、こと以上に打算的な気持ちがそこに生じちゃいそうなのよ。例えば猫と一緒に写真撮ってめちゃくちゃ可愛く撮れたとして、俺が半目だったとした場合あるじゃん。多分俺その写真あげないのよ。だからなんかさ、なるほどね。かっこつけちゃってる自分とか、なるほど。本当に見せたいものって何だったのかなっていう、そこで迷いや葛藤が生じそうなのね。なるほどね。だし、なんか猫と一緒にいる時間なのに猫単体の写真だったとしても、こっちの方が可愛いとか、今のは可愛くなかったとか、そういうことを思っちゃったりする時間もすごく嫌なんだよ。なるほどね。だからあれだね。猫に対して筋通そうってことだね。それかっこいいから今度から使っていい？曲の中で愛してるって言うじゃない？これってさ、プライベートでも言ったことある？プライベートで人に対して愛してると言ったことがあるかどうか？あるね。ある？ある。おー。それってさ、結構さ、なんかもう天上の言葉だと俺は思ってて。天上の言葉だよね。最上級の言葉。そうじゃん。そうそう。それってやっぱ覚悟がいるもんなの？口にしたことが嘘になることに対する恐怖心がもともとあって、例えば好きだって言ったり愛してるって言ったものに対して、人でもね、何でもそうなんだけど、それから離れる瞬間って訪れたりするじゃない。自らが決断して離れたりとか手放したりとかっていう瞬間あるじゃない。そうなった時に俺が口にしたそういう言葉が、過去にね、過去に口にしたそういう言葉が嘘になっちゃうっていうのがすごく怖かったんだよね。だから今思ってても後に嘘に聞こえてしまうような言葉なら口にしたくないっていうのは昔は思ってたかも。取り返しがつかないから。そう。だって好きって言ったじゃんって言われたら終わりじゃん。人にも物にも。愛してくれて僕を使ってくれたんじゃないのとか、例えばね。物から言わせたら。そういうことがね、すごく嫌だったんだよ。だから、たとえそうなってもいいようにっていう脳みそがきっとどっかにあったんだと思う。でも思ってるんなら今嘘じゃないんなら口にした方がいいなっていうマインドに少しずつ変わってった。なるほど。引き出しあるでしょ、手元に。引き出し？ある。あるでしょ。ちょっとそこを開けてもらっていいですか？何これ？引き出しがあるよ。これ、見た。これ、何？カメラに見せた方がいいの？カメラに見せられるものなら見せた。やだ。見せないでおこうかな。なんかな、ごめんなさいね。うん。何なの？この写真。本当は二人の約束の場所で見せるはずだったんですよ。二人のっていうか、1から10までわからない。モラとビーバーの約束の場所でさらされるはずだった写真なんです。俺たちと、モロハと俺たちの約束の場所っていうのは、はい。流れてしまったツーマンのこと？そうです。ホワイトデーにあるはずだったツーマン。うん。その時に、うん、ホワイトデーに、のデートに来てほしいコーディネート対決するっていう話だったじゃん。うん、で、ちゃんとカメラマン立てて、うん、そのコーディネートした写真撮って、それをパネルで入り口に飾って、うん、お客に投票してもらって、うん、どっちがセンスあるのか白黒つけようぜって話したでしょ？うん、した。けど、ちょっと、まあ、コロナで流れちゃって、うん、で、その写真の使い道がねえっていう風にずっと言ってたじゃん。うん、その写真がここで登場だよ。なんかさ、うん。やっぱり思うんだけどさ、うん、これは、うん、逃げだと思う。これは、いや、うん、ちゃんと戦ってないよ。やっぱ筋通さなきゃいけないんだね。もうこの時のさ、写真対決のあれってさ、うんうん、うちの藤原はそっちチームっていう話だったよね、きっとね。うんうんうん。だよね。ああ、それで投票しようみたいな、あれだったんだよね。うん。うん、もう、俺たちの、撮影現場、うん、曲がり間違ってもこの後に写真出せなくなっちゃうじゃん。うんうん。普通に服選んでんだもん、俺ら。いやいやいや。ね、それがやっぱ愛されビーバー、嫌われモロハって言われるゆえんよ。いや、全然ゆえんじゃないと思うのよ。本当に。やっぱちゃんとやるもん、ビーバー。いや、だってお前にね、うん、お前さんにこれやられてさ、うん、俺らの写真、その後見比べた時よ。うんうん。こんな惨めなことはないよ。いや、お前ね、じゃあ言わせてもらうけど、うん、毎年バレンタインデーツーマンしてたじゃん。うん。で、チョコレートの数で勝負だっつって言ってさ、うん、俺たち、満回も桁違いで負けてんのよ。うん。な？うん。そん時のお前帰り道俺、下唇ないぞ。噛みすぎて。もうさ。な？うん、今回ぐらいはいいじゃないかと思って撮ったのよ、この写真。俺らに、スーパービーバーは真面目に写真撮ってるけど、うん。モロハンフロは。こんなひょうきんなんだぜっていう。言わすなよ、お前。言わすなよ、お前。いや、まあ、じゃあ次の対バン。うん。もうそうだし、うん、あれだよ。二人で作った未発表曲がまだ2曲あるから。そうだね。うん。牛乳パンも。牛乳パンね。牛乳パン。だそうね。ちょっと日の目を浴びるの楽しみにしてますし。うん。対バンもしやるとなったら、なんか、ないの意気込みみたいなの。意気込み？うん。モロハと一緒にやるときの意気込み？うん。なんだろうね。でも、ツーマンしたいって、ずっと思えてるって、ありがたいなってちょっと思ったよ。うんうん。やっぱ悔しくなってる回数、多いから、俺ら。もう、悔しくさせてる回数もあると思うけど。うんうんうん。そういうやりとりができる。っていうのは、なんか、大げさなことを言うが、人生にとって財産な気はしてるんでね。うんうん。なので、真正面からやりたいですね。いや、じゃあちょっと俺は真正面じゃなくて斜めから打てるように。なんでそういうこと言うの？足技鍛えときますんで。足技鍛えるなよ。ありがとう。こちらこそ。楽しい時間でございました。こちらも楽しかったです。なんか他に最後に言いたいこととかあったら大丈夫ですか？俺から？うん。じゃあアフロは、うん。愛してるっていう言葉いつ使う予定なの？どうしようね。でも、使ったら真っ先に言うわ。なんかそれも気持ち悪いな。ありがとうね。また、うちにも遊びに来てね、またね。わかった。はいっす。ありがとうね。ありがとう、ありがとう。はーい。はいはい、じゃあね。